こんにちは、あきらです。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。今日はですね、久しぶりに市場を見てみたいと思います。おっと、マンゴーも売ってるし、アボカドも売ってるな。これは今までシーズンじゃなかったんですけど、マヨハポーン、ハマチパキロ、セブンティ、ハマチパキロ、130、オールモストシーズン、オールモストレディフォー、this one no, this one only、this one maybe 2 days、Okay, okay. I will check and I will come back. もうぼちぼちシーズン、いろんな野菜がありますね。基本は今まではあんまりなかったたんですけど、もやしもあるな。これね、最近もやし家で作ってるんですね。豆腐、ここは久しぶりに来ましたけど、やっぱりね、道で売ってる八百屋さんよりも全然品揃えと品質がいいですね。どうしてもね、サボってるわけじゃないんですけど、やっぱり、ここに来るべきだなと反省今してます。近いとこで道端で買うのも手ですけど、もっとエビですね、イカ、ちょっと鮮度が怪しいんで買えないですけど、今日は鱗取ってますね。カニとエビ、魚大きいので280ペソ、約600円ですね、キロ。大きいのは、これは半分にしてるんだな。海ぶどうか、海ぶどうじゃないな、これ。いろんなのがあって目移りしますけど、まず卵ですね。卵買おう。ハロー、ワントレイオブザエッグプリーズ。656。ラージワン、ビッグワン。Is everything okay? Okay. Okay か。Okay. How much? 195. ここが 6.5 ペソ1個。で、30個、1トレー分を買いました。195ペソだから400円ちょっとですね。前の動画でも何回かこの辺はお見せしてますけど、ああやって紐をですね、つけてくれます、持って帰れるように。はい、こんな感じですね。
これでバイク乗ってサランマン帰ります。あと野菜、今日は魚介が多いですね。ハロー。テンペソ？テンペソ。ああ。オクラ10ペソ。はい。ワン、ツー、タリー、30ペソ分。何回も同じこと言っちゃいますけど、やっぱり新鮮ですね。はい。なんか寝てます。サランマー、Thank you。Completely forgot。サランマー。持ってくの忘れてました。あとはもっと冬、ここに最後に来たのは2ヶ月、3ヶ月前ぐらいだと思いますけど、もっとね、閑散としてたというか、まあ、売ってるものもそんなに、まあ、良くなかったとは言わないですけど、種類が少なかったような気がするんですね。だから今日は非常に驚いてます。で、まあ、今いつも来てたとこに来ました。はーい、めっちゃいねてー、めっちゃい、テンペソ、これめっちゃい、なんか何ですか、チンゲンサイみたいな感じな、ちょっと違うみたいですけど、これが10ペソですね。はい、これを3つ。ああ、It is hot? No sir. No hot. Yeah. あと、ネギも10ペソ、20円ですね、約20円ちょっと。レタスな、レタス。レタス、how much per kilo? 100 per kilo, sir. Oh, 100? Yeah. Not bad. Has been seed, sir. Oh. 100 peso, 悪くないですね。20, sir. Okay, okay. あれ、じゃあ、one more か。20. はい。36. はい、Thank you. 36ペソ。約80円ぐらいですね。ああ、トメトね。これね、フィリピンのトマト、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、色はね、赤かったりするけど、硬いんですよね。だからあんまり生の、例えばサラダで食べるとか、そういったのには向かない気がします。とりあえず3つ買います。人参か、キャロット、人参。ああ、どうしよう。一つ買っときましょう。はい。16ペソ、約40円弱ですね。あと、ゴーヤだな。ゴーヤ。これも1本買っておきましょう。と、生姜もなかったな。生姜。ジンジャー。ジンジャーだな。I can bend. Okay. はい。これが生姜、これが生姜が5、6ペソですね、5.6 ペソ、まあ12、3円。
こんなもんでいいかな。どうせ。I think that's it. Okay, sir. 138, sir. 138ペソ。300円弱ですね。138。はい。150渡してお釣りがあるかな。フィリピンのこういうとこってお釣りがない場合が多いんですよね。サラマー。はい、これでとりあえず買いましたんで、あとはデザート、デザート、ああこれだな。おいちゃん、おいちゃん、うん、タコ坊主おいちゃん、ハロこれがね、結構うちはアボカド好きなんで、好きな人が多いんで買っていきますけど、硬さがね、あー柔らかいの。 maybe3-4 days later. Not today, right? Maybe 2-3-4 days. 3 days. 3日後ぐらいに食べる。こうやってね、切って、切って、あの、いいですよっていうのを見本で置いてくれてるんですね。これでいっか。あとマンゴー、マンゴー、はーい、マンゴー、オッケー、えん、マンゴー100、こっちがね、あっちのいいのが6、これが大きいのが向こうの130ペソ、約キロ280円、300円弱ですね。でこっちのちょっと小ぶりな方が100ペソなので、ちょっと安い方を買っていくかな。これとこれ大きいの、これとスペース、あワンモアでワンキロ、ワンキロ、うん、But this is more expensive, right? Oh, this is expensive? I thought I picked... Okay. 1 kilo. A little. $125? Okay. 125 peso 全部でですね。あ、違うな。190、ね、さっきのあのアボカドのお金が入ってなかったです。いいや、はい、190ペソ、大きめのアボカド3つとマンゴーが3つで約190だから400円、さらまあ400円ぐらいですね。おお、なんか狙われてましたね。あー、セロリか。おー、I just bought. あー、キ
cucumber か。何しようかな。せっかくだから。ケール。あ、ケール。ケールか。How to eat kale? How to cook? Soup? If you want to have soup, or you can stir fry, or you can eat as your salad. I see. ほんとね、じゃあ、ケールはハードルが高いから。あれ ?This is a pechai? How much? Taiwan pechai. How much? We will wait. ああ、wait か。43? はい。43。トメト、I just bought. Sorry. Next time here. Next time ね。Next time you buy here. Cucumber? No cucumber だな。20, 30. I also have egg.Oh, I just bought. Sorry. Next time. だいぶ積極的に売られてます。あれ、how much you said? 43ね。40. Okay, okay. Ah, I have 10 pesos. So can I give me the 25 pesos?And one more five. You have three. Then three. Okay. Thank you. Salama. How much the egg? The one tray. $2.25. $2.25. Okay. Thank you. Next time. Thank you. 卵は新鮮だからうちの方が買ってけとお話をいただきました。ちょっとね。もっと買いたいんですけども手がいっぱいで買えないですね。だから今日はこれくらいにしときます。このくらいというのが卵とフルーツ、マンゴーとアボカド、長ネギ、ゴーヤ、ペチャイってチンゲンサイみたいなやつを6個ぐらいですか、合計で。なんだかんだあと人参とか細かいのを買って、全部でどうですか、5000円ぐらいだった気がします。よし、じゃあ帰ります。今回の画像はかなり乱れてる気がします。すいません、ちょっと画像を見る余裕がありませんでした。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。ありがとうございました。